河原本線への送り込み回送が行きました。しかも B の09。はい、どうもさっくんです。今回はこちらですね、近鉄橿原線のこれファミリー公園前駅っていう駅があるんですけども、今日はですねこちらの駅の周辺をちょっと見ていきたいなということでやってきました。いやー、なんかすごいな、名前もすごいし、この駅もね、なんかもう無人になって結構長いとは思うんですけども、駅前にはね、その駅の名前通りすごいでっかい公園があるんですよ。まあ、プールとかもあるし、公園もあるし、で、車もね、一応これ無料で止めれるみたいなんで、結構いいところやなと思います。改札の方はこんな感じで1個しかなくて、向こうが1番乗り場の大和八木方面。で、このまっすぐ行くと2番乗り場の大和西大寺方面です。列車が4両しか入れない駅ですね。うわ、すごい、なんかコンクリート造りではあるものの、なんか古さを感じる。絶対ここから構内踏切でしゃべる、こんなすごいな。こういう感じですね。4両編成しか入れない各駅停車のみの駅となっています。もう付け足し付け足しですね、ここは。橿原線昔基本なんか3両編成か2両編成の各駅停車ばっかりだったみたいで、ここまで本数も、まあ今もそうですけど、1時間に3本ぐらいしか各駅停車なくて、その合間に急行が3本あるような。で、特急もね、京都鹿島間の特急列車がもうここをバンバン走るという感じになってます。まあ、昔ここ旧型の細い車両しか走ってなかったんで、拡幅工事を行って今の状態になったという感じですね。1番線の電車が通過と。ちょっと平畑に向かってね、軽くカーブがついてるんで、結構いいところだと思うんですけども。おお、いきなり1本しかいない6両編成の8600円が、こんなところで見るとは。こっちの八木方面はすごいまっすぐですね。あんま気づいてなかったんですけども、これ公園の駅を挟んで反対側、こんなんなんですよ。もう全部田んぼほぼ田んぼもうギャップが激しすぎます。こちら京都駅各駅停車ですね。すごい、橿原神宮前が京都まで発生です。
はい、ちょっとね、撮り鉄しに他の駅行って、これ一番乗り場の方に帰ってきたんですけども、一番乗り場の方から見たら全部なんか鉄骨っぽいんで、まあまあ比較的新しい駅やっていうのはわかりますね。普通だったらね、石積みのね、結構コンクリート作りのやつとかだと思うんですけど、これよう見た結構簡易的な作りしてますよね。下のこんななんかコンクリートギザギザで埋められたような、でかつ下は全部こういう鉄骨で作られてるんで、まあまあ新しい駅ですよね、よく考えれば。ファミリー公園前の時刻表になります。1時間に4本以上はないかなと思ったんですけど、なんと休日に1時間に5本っていうのが7時にありました。なんでや、平日の方が少ない休日はだいたい一緒ですね。昼間1時間に3本で、なぜか7時に5本で、平日の方が1時間に4本しかない。時間帯18時です。3本やばないそんな少ないの、まあ、この間に天理行きとか挟んでるんで、その関係で多分少ないんやと思うんですけど、結構少ないな、まあ、待ってる人もいないので必要ないんかもしれませんけど。おお、でこれベンチですね。なんかもともとなんか背もたれあったような感じですね。ちょっと通過も見てみましょうか。橿原神宮前駅急行です。前が 8600系で、後ろが三神総直タイヤ9020系がつながって、ちょっと規則悪い。前と後ろで、ね、色が違うっていうのは、多分今後8系が出てからもっと異色になると思います。10両編成にもし8系がつながったらと考えると、これよりもっと色悪くなるんかなと思います。それでは降りていきましょう。なんか薄暗いな、ここにもし改札あったらって思うんですけど、なんか普通にここから入れそうやね。すごいね、この線路の真下、すごい目線のとこに線路が、はぁ、あ、すごいな、何これ、なんか垂れてる、うわぁ、よし、出てみましょう。でこの先にあれ踏切またあるんですけど、あれ実はなんかね、ファミリー新幹線って書いてるんですよ。あれあれあれ、見えますかね、新幹線乗り場。こんな奈良県のど真ん中に新幹線と思うんですけど、まあその辺はね、この先ちょっと見に行って確認してみたいと思います。これちょっとテレビとかでよく出た有名な場所だと思うんで、今日は平日に来ました。ただそれは運行してませんので、どんな感じの線路になってるのかだけちょっと見に行きます。はい、出てきましたけど、ちょっとなんか困ったおばあちゃんがいるらしくて、通りかかった人が説明してました。ということでファミリー公園前の周辺ちょっと歩いてみますけど、この先にね、最初踏切があるって言ってましたけど、踏切のあたりに一回行ってみます。ここミニ新幹線、おー、三両や、これ田原本線の回送です。おお、こんなとこで見れるとは。田原本線への送り込み回送が行きました。しかも B-09 真ん中元先頭車でした。うわ、こんなとこで、おお、いい感じに
ということで、踏切が見えますね。ここになんとミニ新幹線が通ってるわけです。新幹線といえど、ここね、制作者さんのご厚意で近鉄電車が走らせてあるんですよね、ここ。うわー、こんな感じです。近鉄電車がここを走れるようになってます。新幹線もあるみたいですけど、これが踏切ですね。遮断管がなくなって第三種踏切になっております。こんな感じです。土日祝運行ですね。これずっとね、線路沿いに続いてるんですよね。線路沿いにさらに線路が続いていると。これポイント入線確認、多分土日にはたくさん子供連れがね、このミニ新幹線に乗り来ると思うんで、多分厳重な運転をしてると思います。すごい安全確認が徹底されてるんだと思います。で、踏切これ鳴るように、多分これちゃんと反応するみたいになってますね。あ、これ、え、土日になったら動かすってことか。はぁ、あんじゃあこういう平日はつけてないってことか。なるほど。で、車庫がこんなところにありまして、多分ここに近鉄の車両とかね、新幹線を置いてるんだと思います。この奥はプールです。プールはまだ開園してなさそうです。もう少ししたら開園すると思うんですけど。お、こんななってるんか。 Nゲージも運転させてんのね。高田鉄道模型クラブ会員募集中。おー、で、場所はこれか。ちょっと分かれんな。高田市か、ちょっと上のとこやな。あー、この間ですね。大和高田があって、ちょっと下のとこですね。あー、この駅間、この間のこの辺りやってますということですね。で、おー、これか。あ、これ見たぞ。何だっけ、見たぞこの映像。あ、そう、この火の鳥が来てね。で、島風の時間にこう島風走るんですね。これ見たぞ、どっかで。あー、これの場所か。そう、増田岡田さんのこれやってるシーン、僕見ましたよ。おー、すごい。まさにこの場所に初めて来ましたが、今日は運行していますよね。ピーピー払えるんや、ここ。知らんかった。マホロバファミリー鉄道っていうところですね。本来は新幹線がメインだったんですが、まあ横は近鉄ですので、まあさっきの写真みたいに近鉄をね、走らせて、このちょうど16時48分になったら島風を走らせるということですね。面白いな。ただ僕はちょっと興味ないかなって感じなんで、まあ平日、まあ走ってますよ程度にね、ちょっと見に来ました。面白いな。ちゃんと島風の時間になったら出発なんですね、島風を。で、このプールの前にあるから、これなかなか、これプール帰りの子が乗りたいってなるでしょ。これ一人なんもなんやろ、一人。お値段は一周350m ですね。で、一人一回300円、2枚セットなら500円。おお、2回乗りたかったら、100円引きします。こんないくらでも乗ってくれるでしょう。へえ、すごいな。なかなか、あ、ちゃんと注意事項もすごい細かいですね。子供を抱いて乗らない。
まあまあ赤ちゃんは無理ですって感じですね。あ、携帯でもダメ。あ、じゃあもし乗ろうってなって、これ YouTube の撮影しますって言ったらダメなの、まあ、設置しとけばいい話ですけどね。へえ、なるほど。荷物を持ったまま乗らない。で、飲食と喫煙は禁止。まあまあ当たり前ですね。へえ、なるほど。で、ファミリープールがあると。こんな感じか。結構これ長い、あの引き上げ線みたいな作られてて面白いですね。これこの奥まで電車置けるんですよね。面白近鉄らしい配線をしてます。あー面白いな。ここまだ走ってる時見に行きたいですね。はい、ということでファミリー公園前のちょっと駅前にあるこのファミリー鉄道っていうのをちょっと見てきましたが、いかがだったでしょうか。ちょっとファミリー公園前駅自体もちょっと新しい駅なので、あのレンガ積みとかじゃなくて普通に鉄骨で建てられた駅のようで、この比較的ね新しくできたこのファミリーに楽しんでもらえるために作ったこのファミリー公園ね。子供連れなんで、もう少し子供が大きくなればこのファミリー公園にまた来てみたいと思います。今日はこれ一人で来てるんで、ちょっと鉄道重視で紹介させてもらいましたが、もし土日これ走ってるんであれば結構楽しいかなと思いました。はい、今日はまあ平日なんで運休ということで、はい、てなわけで今回の動画はこれで以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録高評価もお願いいたします。また X とインスタと TikTok やっております。ぜひそちらもチェックしてみてください。